どうも皆さんこんにちは。カムカムミニキーの主催松村武史です。私松村がですね、このカムカム YouTube チャンネルでいろんな方と対談する、ザ対談でございますけれども、これいろんなタイプの話ができる いろんな人をね、まあなんか役者仲間とかよく出てくれる人とか似た話になっちゃうので。なんかすごく僕も今年で2年目、カムカム32年目ですから、いろんな時代のいろんなこうつながりがあった方を今後もお呼びしていきたいなと思ってるんですが、今回もかなりですね、レアな話が伺えるかなと思っております。よく僕とか八島はね、カムカムニキーナがいかにして旗揚げされたのかっていうことをいろいろマスコミで聞かれて答えることが多いんです。必ずその中に絶対出てこざるを得ない名前というのがありまして、僕らが早稲田大学の時に、僕早稲田大学演劇クラブというのに入ったのがきっかけなんですけれども、その時に僕八嶋吉田の世代をコーチとしてですね、見ていただいて育ての親と言っていいですね、大先輩伊藤健二さん、よろしくお願いいたします。どうぞお招きいただき、どうも。いや、いきなりお着物でね、気合が入っていらっしゃるんです。なんかいきなり最近の話であれですけども、落語をやってると。そうアマチュア落語家ですね。全然知らなかったですね。もうこっそりとこっそり例えばどういう演目を一番有名なのだったら、もうつい 2年ぐらい前かな、芝浜を。もうすごいですね。本格的じゃないですか。いや、一応プロの方に習ってて、あ、本当にお月謝というか。じゃあ、師匠。そうです。立川流の談習師匠とか、今、二つ目の数字さんっていう方がやってます。すごい多彩な方。多彩というか、長いっていうだけだけど。あれ伊藤さんは、あれ池井健二さんっていう名前はもう言ってないんですか。言ってないというか、確実に1年か2年くらいしてた。そうだっけ。そうです。そうでした。そう。いや、一時ね、池井健二さんという。来る正彦とか言ってね。あった。そんな感じでしょ。池井健二と来る正彦。痛いたでしょ。ああ、なるほどね。タオル吹き火だったっけ。ありましたね。タオル吹き火だったよね。カレーマジン。カレーマジン。僕らが大学1年の時ね、八嶋と僕が演劇クラブの公演、カレーマジンっていうのに出た時に、なんか芸名をつけるって言って、僕はなんかもう由来忘れたけど、確かにタオル吹き火っていう名前で。八嶋なんですか。でもなんか対になってた気がしますね。なんとかかんとかタオル吹き火。全然覚えてないんですけど。逆に申し訳ない。32年前の話ですから。この伊藤健二さんはですね、健二さんはですね、僕らが大学演劇クラブに入った1年生の時に、あの時3年生です。3年ですね。そうですよね。で必ず先輩のうちの誰かが CG 担当って言って基礎練をこう叩き込む担当になる。それが伊藤さんだったんです。3年生が見るルールになってたんでしたっけ。なんか順番的にね、そうです。演劇クラブ自体が確かもう 4,5 年だった。そう、始まったばっか、始まったばっかで。そうですよね。で、ね、そうね、初代が竹山さんとか、竹山さんっていうのはカンニング竹山さんのお兄さん。言うんか言って。これ別にいいのか。まあで、隠してるんです。でもさ、今その竹山さんと一緒に落語とかやってる。あ、そうなんですか。竹山さんも落語やってる。落語やってるんですね。うわぁ。まあ、僕なんかのテレビでカンニングの竹山さんとご一緒になった時に、すごい丁寧にご挨拶していただきましたよ。兄が。あ、そういうわけ。ちゃんとしてるから。ちゃんとしてるからね、本当に。で、カンニング竹山さんが YouTube で、竹山さんの家の話をそこにお兄さんの話もいっぱい出てきて、すごく親近感。その竹山さんが、まあもともとあれですよね、劇研にいらっしゃった。そう劇研から文化早稲田演劇研究会、当時
山手自動車とか、そうですね、ザズシアターとか、うん、あの辺が、ザズの前だザズ前かな、うん、前前前、はい、で、ピックウィックとかですね、うん、あ、そう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 、そっから分派というか、あの分れ分かれて作ったのがエリークラブで、で、竹山さんだと倉持さんっていう、うん、まあ、知ってる方がよく、カムカムも出ていただいたりして、とかいろいろいらっしゃったのが初代、初代、超初代、超初代で、僕が入った時にまだ全然いらっしゃいましたもんね。いや、もちろん、もちろんっていうか、そうですね、4年か5年から6年かぐらいですよね。実は自分も新人かな、新人であったんですけど、はい、僕の時は男がいなくて、そうそうそう、少なかったです、少なくてね、で、僕自身は新人雇用を経験してなくて、そうなんですね。で、もう一個、あ、それがあって、で、公平とかみんなの第2弾って、3回目、そうですよね、まあ、年の順でわしになったんですけどね。あれ、伊藤さんの代は、え、宮さんとか英子さん、英子さんって、あ、もう幹部女優たちです今、様々な形でね、活動されて、あの幹部美女女優たちの世代、うん、唯一の男子、男子、男子です、うん、で、僕らの世代、あの僕らの世代の上、伊藤さんと僕らの間の人たちは多かったんですよね、人数多かったですね、うん、10人もっといたのかな、あ、でもそっくらいかな、思いましたよね、うん、まあ、男性が多かったけど、そうなんですよ、で、僕らの世代はまた少ないんですよ、僕、八島、吉田、うん、で、あと2人ですよね、あと3人か、3人、3人、だから6人だって、でもまあ、ちょうどいい数じゃないですか、ちょうどいい数ついちゃって、そうですね、当時、あの早稲田、今ないですけど、文学部キャンパスの端っこに演劇小屋という ね、劇場兼稽古場兼たまり場、そうです、これもあの事故だと思いますけど、もう不法占拠ですよね、まあね、まあ、そのとおりですよね。あの掃除道具小屋みたいなとこを勝手にたまり場に既成事実としてなってて、で、もうね、今じゃありえないけど、電線から勝手に電気、あれ勝手に引いてたんだろう、勝手にでしょ、あんな風に電線から直で来てましたわね、そんなのあったじゃダメでしょ、どう考えても、いや、もうだって普通に火事によくなるんだと思うんですよね、で、中も改造して舞台作ったりしてね。だから覚えてますよ。僕らの代の時も、あれですよね。大改造しましたよね。うん、そうです。あの、僕たちというか、あなたたちの新墳は、その、小屋の前のセメント型です。そうそうそう、セメントで、劇場を拡大するって言って、10人ぐらいしかね、入れなかったのを、20人ぐらい入れるようにしたっていう改造でね、土木工事をね。土木工事でしたね。しましたね。しましたね。そう、僕らの新人公演用だったんですね。そう、そうというか、まあ、ちょうど、その、なんか変な小屋って、演劇小屋の前が、うん、雨が降ると水溜まりができちゃって、あ、そうそうそう、変なお菓子をして入るみたいな、うん、そうそれを解消したいがためっていうのもあったんです。でも、雨の日に本番とかもやってるわけですからね。そうそうそう、で、あの、袖がないもんだから、控えるのが演劇小屋の外なんです。だから、雨の時は、傘さしてスタンバイなんですよね。まあ、だからね、時効話じゃないですけどね、うん、それ学祭があると看板がいっぱい立ってるのがもうみんな外すのが面倒くさくて放置されていると、それを資材としてどん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 、あ、そうそうそう、ね、もう捨てられてると見なし て学祭のどんどん立て看板っていうのが今通じないんですよ、説明しないと。あの掃除は、あの僕らみたいな劇団とか、うん、劇団だけじゃなくてバンドとかもあらゆるサークル活動が宣伝のためにでっかい看板をね、そうですね、ベニヤ6枚分ぐらいのでっかいのをずらってキャンバスに並べるんですよ、うん、もうそれが一番最大の宣伝手段で、というか、まあ、やることが楽しかったのかな、楽しかった、なるほど、うん、で、まあ、かなりの割合でそれを1年中作ってるんですよ。そう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 だから自分たちの公演のためだけじゃ先輩も書かなきゃいけないし、かなりもう印象としてはずっとペンキ持ってるっていう。それで、学祭になると普段は作らないサークルも、なんか作るんですよね。そうです、そうです。お好み焼きとか、ね、そうそうそう、たこ焼きとか。慣れてないから、僕らはもう循環するからね。公演が終わったらすぐ撤去して新しいの書き換えるんだけど、ほっといてるわけですよ。もう、勝負しなきゃいけないのに。だから勝手になくなってるのは我々が。そう、僕らが、キープとか言って。
本当に、まあ、いらないもんね、実際学生だと。大隈講堂のね、裏のとこで大量に捨ててあったりして、うん、よく取りに行きました。そう、そうですね。懐かしい。懐かしい。なんか、飯村だっけ、どこだっけ、飯村だっけ、まあ家でこう見てから。あ、はいはいはい。ね、ペンギアとかペンギ買いに行くとか。今もう、相馬灯のように。今もでもあるじゃないですか、ああいう店は。早稲田通りの、あの神楽坂方面とかじゃないですか、ね。そうそうそう。今もしかしたらあるかもしれない、うん、あ懐かしいな、飯村死ぬほど行ったなそうだって一年中書いてる一年中通ったな、そこ確かにそれでね、領収書をもらってきてそうねえ、だから今の時代だからだいぶ違うから大学で演劇やるってことのそのまあ全盛期というか、はいはいはい、ね、あの養成所とか入るよりも大学の演劇をサークルに入るっていうのがね、うん、なんかステップとしてね。そうですね。ちょうど本当に自分たちが学生なの、うん、前、ちょっと前が第三舞台とか。あ、そうそうそう、その夢の有名者とか、小劇場ブーム。小劇場ブームは全部大学別だったからね。そうあ、ここは日芸から出てきた劇団だとかあって。だからまあ、今じゃ考えられないですよ。今大学別じゃないですもんね。今は高校演劇が盛んだったりとかするから、大体高校演劇を経由してたりとか、あんまり、うん、それからまあ養成所っていうのがね、あったりとか、もうそういうのすっ飛ばしてオーディション大量にあるから、プロ不勉強でね、もう分かってないのよ、衝撃っていうのは。でももうなんか全然違います、状況が。集まってくる人の雰囲気も結構違うなと思いますね、だからそういう。本当大学でそれある種荒々しいんですよ。の中での最後っていうんですかね、僕らぐらいで多分ね。うん、でも面白いのは後輩に聞くとみんな俺が最後って言ってる。あ、そうですか。俺が最後。俺たちがやっぱ荒くれてたって言ってる。まあそんなもんなんでしょう。そんなもんなんでしょうかね。で、まあ僕ら入って右も左も分からない状態で、僕とヤシも同じ高校だったので。うん、八島は早稲田じゃないんだけど、まあ、うん、早稲田が一番演劇の盛んだから、そうですね、早稲田の演劇のサークルのどっか入ろうっていうので、2人で回って、で、一番有名だった演劇研究会は、もう大人気、絶頂期だから、あ、そうだ、ね、新人のこの鑑賞会みたいなのでも、体験が100人ぐらいガーって並んでるんですよ。時代ですね。で、もう辞めさせにかかってるから、そんな100人入れられないじゃないですか。だからめちゃめちゃ厳しいことばっかり言うんですよ。で、怒鳴ってるとことかいっぱい見せて、で、そんな、授業なんていけませんよみたいな。まあ、6年生ぐらいから舞台立てますかねとか言う。そんなまあ、今から考えると多分脅しで、ふるいにかけてたんだろう、これ。とても無理だなと思って、で、他行こうって言って、演劇クラブに結局入ったのは、その演劇小屋っていう、はいはい、ちっちゃいけど劇場持ってたから。うん、劇場ね。でも基本的には右も左も、何のメソッドもなかった。その伊藤さんが担当になって、いろいろね、いろんな方法論がありましたよね、当時はね。まあ、ミクレンって言ってたけど、真空かな、真空、身体訓練、なんかもうめちゃめちゃ走ったり、腹筋とか、まあ、なんか、もう真空と発声しかほぼ記憶が。いや、というか、それしかない。それしかない。だからまあ、そういう意味では、私自身もね、メソッドとかそういうものがなかったので。演劇は全体的にないですよね。まあ、みんな考えながらやってた。自分の我流でやってたからね。うん、でも、新婚は結構やりましたね。そうそう、だからもう、走っとけば、なんかやってるからね。そうそうそう。申し訳ないけど、そんな感じ。そうです。でも、エクササイズとして、そう、うん、腹筋とか。ね、腰悪くなる人が出るほどやってました。あれそうだっけ？そうやってましたよ。でもまあ自力つくんですよね。そういうの、うん、発声もどうだろうな、ね。自力がつくんだろう、ね。で発声もなんかまあやっぱりあんまり正確な発声練習じゃなかったと思うけど。いやもう全然違うと思う。勢いですよね。勢い。だから基本的には勢いベースだったよね。走って、そうそうそう、大声出して。でもやっぱりそれでなんか僕なんか今。よその演劇とか出ると、はい、声でかいって注意されること多いですよ、ね、翻訳物とかだと声がでかい、そんなでかい人間はいないみたいな、すごいリズムだね。そうそうなんですよ。で、まあ、でっかいでっかい劇場行くと、今度は
マイクつけてるの。そういう世界なんだ。からでかい声出す必要ないのにでかいんですよ。だから調整が難しいとか言われたりしていいこと言ってますよ。オチがそう、着地点がそこなの。だけどなんか僕らの世代だけはみんな声が聞くんですよ。そうそう。あ、でもなんだっけな、なんか聞いた話だと、うん、映像だとこの音声さんが調整するから、はいはい、で生で見ると片や方向でバーってやってるのに、うん、女の子がとかやってるの。